はい、インド専門のサトルです。今日は、有名人をご紹介する日ということでお話をしていきます。今日ご紹介するのは、俳優の津川雅彦さんですね。津川雅彦さん、実はですね、これを録音している少し前にですね、お亡くなりになったんですね。かなり有名な俳優さんですけれども、1940年1月2日生まれ、そして2018年の8月4日に、お亡くなりになりました。謹んでご冥福をお祈りいたします。はい、ということでですね、まあ今日まあちょうどこのタイミングでお亡くなりになってということでニュースにもなっていましたので、前から知ってる俳優さんでは、もう国民的に有名な俳優さんでもございますので、ちょっとご紹介したいなというふうに思いますね。はい。で、実は津川さんはですね、京都のご出身で、津川さんのおじいさんというのがですね、牧野省三さんといいまして、日本映画界の祖と呼ばれているんですね。かなりもう映画一家みたいな感じなんですよ。で、奥さんは浅岡幸二さんという有名な女優さんで、同じく今年の、春ぐらいにお亡くなりになっているんですね。芸能界での有名なおしどり夫婦というふうに呼ばれておりました。はい。でですね、ウィキペディアの方を見るとですね、いろんなこう過去の経歴みたいなものがいろいろ載っておりまして、京都のね、同志社の学生か楽なんかわかりませんけど、すごいところから同志社の学校に入って、で東京に移ってきて早稲田の高等学院に入ってとかね、結構いい学校に行ってるんですよね。頭が良かったんですかね、津川さんは。で、また早稲田の高等学院も退学して、で明治大学の付属の学校に行って明治大学を卒業されてるそうなんですけどね。うん、なんかいろんな学校を渡り歩く感じの、そういった子供時代だったみたいですね、学生時代と。で、俳優になりですね、ヒットするわけですね。で、実は当初からかなりこう、なんて言うんでしょうね、顔がいいというふうに言われてたそうなんですよ。で、お兄さんが長門博之さんというね、また同じくこう俳優さんで、もうすでにお亡くなりになってますけれども、ちょっと比較されることも多かったそうですね。で、津川さんは顔がいいけどお芝居がっていうふうに批判されたこともあったそうなんですよ。で、やっぱりそういうふうに言われると悔しいですから、人一倍頑張ったというような、そういった歴史もあるそうですね。はい。で、だいぶなんて言うんでしょうか、世代が違うこともあってですね、リアルタイムでの若い頃の活躍というのは私も知らないわけなんですけれども、一度ですね、実は新宿の高島屋で私写真展がなんかやってたんですよ。新宿高島屋って行ったことありますかね。1階のところにこうなんか広い空間があって、そこでなんか写真がいっぱい飾ってあって、その中にですね、津川雅彦さんの若い頃の写真というのがあったんですね。で、そして俺見たらめちゃくちゃイケメンで、すごいですよ、本当に。今で言ったら誰なんでしょう。例えばキムタクさんとかって言うじゃないですか。やっぱね、ちょっと違うんですよ。さらにその上を言ってるんですよ。なんていうか、次元が違うんですよね。だから同じくね、例えば、加賀まりこさんっていう人いるじゃないですか。あの人の若い頃のね、映像とか写真も一回ネットで検索してもらうとね、面白いと思いますよ。いかにすごいかっていうのがね、わかるんでね。っていうことですね。そういうことです。で、若い頃ですね、なんとデヴィ夫人と熱愛報道というのがあったそうですね。なんというか、デヴィ夫人も、デヴィ夫人って今あなたが抱いているデヴィ夫人のイメージありますけど、あの人もあの人ですごかったんですからね。やっぱりその大統領の夫人になるぐらいですから、相当な美貌を持って、いるというか、いたというかね、そんな感じなんですよね。人には歴史があるというところですよね。うん。で、私は実はあんまり津川さんの映画っていうよく知らなくて、本当の意味での俳優としての実力をですね、あんまりよく理解してないんで、あんまりこう語る資格は本来ないのかもしれませんけどね。サラリーマン金太郎
で、それ自体も私見てないんですけど、サラリーマン金太郎に出てくる津川雅彦のモノマネっていうのをね、YouTube でたまに見て笑ってるっていうね、なんかよくオリジナルを知らないのに笑ってるという、そんな感じですね。でですね、まあ、今日津川さんのことをちょっとご紹介してますけれども、まあ、津川さんと私はですね、まあ、ちょっとした共通点があって、それはまあ思想的なものなんですね。いわゆる保守派というか右寄りというか、そういったあの思想世界に住んでいる住人なんですね。ですので、まあ、例えば安倍総理大臣をまあいろいろあるけれども支持をするとかね、そういったところがまあ、まあ、似て共通点なんですね。で、今回お亡くなりになって安倍総理も特別にあのコメントを出されてましてですね、安倍政権の第一次政権が1年ぐらいで終わってしまった時に、非常に津川さんに励ましてもらったという、そういったことをコメントとして出しているんですね。一番辛い時に支えていただいたということで、まあ、ご冥福をお祈りしますというコメントを安倍総理大臣自ら出していました。やはり津川さんはですね、日本を愛する俳優と男優ということで、こういった映画界とか芸能界っていうのは一般的にやっぱり左寄りの人が多くって、右寄りのことを言うとね、仕事が来なくなっちゃったりとか、いろいろこうデメリットもねあるんですよ。まあ、津川さんぐらいのレベルになるとあんまり関係ないんでしょうけど、まだまだこれから実力をつけてっていう段階の人がですね、なかなか辛い状況になっちゃったりするわけですよね。でもやっぱ津川さんは、はっきり自分自身の考えを世の中に対して発信しておられましたね。津川さんの出ていた映画で私も知っているのが1個ありましてね、映画プライドというのがあるんですよ。東京裁判をモチーフにしたものなんですけれども、やはり東京裁判はもう一度考え直すべきじゃないかっていうね、今東京裁判が正しかったという前提で学校の教育は行われていますけれども、それは世界的に見てやっぱりあれおかしな裁判でしたし、歴史観そのものもやはりかなり歪んだものが押し付けられているというのがまあ実態なんですね。学校の教育現場ではですね、まあ、だいぶここ10年15年ぐらいでだいぶ改善してはきていますけどね、憲法改正、憲法9条改正もできそうな雰囲気になってるっていうこと自体本当に覚醒の感ですけどね、昔はもうこんなの絶対無理でしたからね、憲法9条改正なんて。まあ、津川さんをはじめとしたやっぱり日本を愛するしっかり物事を考える人たちの努力の積み重ねによって日本は今ここまでやってきたのかなという気がしております。はい。で、津川さんはですね、まあ、お嬢さんが一度誘拐されたという事件があり、まあ、そのことも関係しているのかもしれませんが、拉致被害者の政府のですね、拉致被害者を取り戻そうというキャンペーンのですね、ポスターに津川さん登場してですね、ノーギャラでそのお仕事を引き受けていたんですね。やはり、日本人が拉致されて戻ってこないという、この実態、この現状というのは何としても、やっぱり変えていかなきゃいけない、奪還しなければいけないというところなんですね。津川さん、お亡くなりになりましたけれども、津川さんの意思を継いで日本国民がですね、早く拉致被害者の人を取り戻すんだという気持ちを強く持つことが大切じゃないかなと、それが最大の供養になるのではないかなと、このように、思いました。ということで、今日は津川雅彦さんをご紹介いたしました。ありがとうございました。